どうもハピネスタークのハピネスです。ワープライム75プラチナカート、7月14日締め切り分の75プラチナカード最大4名の方の抽選企画発表の方やっていきたいと思います。今回はですね、155名の方の中からね、最大4名の方が選出されるという企画となっております。いつも通りですね、抽選方法の説明の後に抽選の方を開始したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今回もですね、こちらあなたのウォーフレームアカウント名、ニックネーム、そしてプラットフォーム名を必須項目として情報を送っていただきました。この黒になっているところにはね、皆さんのアカウント名が入っております。はい、そして、今回はね、番号で抽選、そしてニックネーム公表という感じになってます。今回のね、この抽選企画の、プレゼント75プラチナコードに関しましても、公式デジタルエクストリーム様よりスポンサーされている商品となりますので、当選された方は安心して受け取っていただけるようになっております。はい、そして今回抽選にするにあたってね、ハピネスのテスト回数5回、そして重複件数が4件ありました。これ足してね、9件、そして応募人数155なんですけれども、こちらね、皆さんの情報をね、お送りいただいた応募フォームの管理画面となっております。そこはね、全回答164件と書いてありますね。この164件というのは、このね、ハピネスのテスト回数、重複件数足すと9、そして応募人数155で、この9と155を足すと、まあ、合計全回答数が164となりますので、その中からね、今回倍率が崩れてしまわないように省いた数がこちらになりますね。なので皆さん間違いなく倍率が崩れない形で全員が抽選対象となっているということがここで証明できております。はい、そしてね、重複の、識別の仕方なんですけれども、例えばね、ここにハピネスっていうデータが2つ送られてくると、こんな感じで色塗りで出るようになってます。まあ、なのでこれをね、一つの確認項目としてハピネスの方で識別して、重複してるかどうかっていうのを判断して、でさらに他の方法も交えながらね、倍率が崩れないようにやっています。そして今回も抽選に際してはこちら MW ソフトさんの抽選ツールの方を使っていきたいと思います。こちらね、左のボックスにある名前がこの抽選というボタンを押すと、右の方に移動して誰が選出されるかというのが完全ランダムの上で、選定されますので、めちゃくちゃ緊張します、やってる俺も。はい、そしてじゃあ一人押してみましょう。はい、オーバーガード Over here!ボイドオペレーター、なんだよこれ、俺オペレーターのさ、このカモンディスレ言いたくてやったのになんで叫んだ。まあどうでもいいね、それはね。まあまあまあ、こんな感じで、この左から右のボックスに移動するという感じになっております。はい、これはね、番号選出、そしてニックネーム公表の形でやります。で、こちらね、皆さんの番号から選出するためにここを一気にコピーします。いい、コピー、ここに貼り付けポン。はい、こんな感じでね、1から155が全て登録されました。本当に155入っとるかっていう人もね、いらっしゃると思いますので、じゃあちょっと違うところをね、こうちょっとコピーをして、こっちのものがね、こっちに移動したっていうのがならないように、心配になる方もいらっしゃると思うんでね、やっぱ映像に残しておかないとね。1から155、こちらコピーします。そしてここに貼り付ける。あ、ポン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 。はい、こんな感じでね、1で左右対称で555となってますね。これで間違いなくこの抽選ボックスの方にも155人が入ったという感じです。はい、今回はね、面白いニックネーム、真面目なニックネームから、まあいろいろとある中なんですけれども、今回は誰が当たるのかという感じでございます。それでは早速第一人目の方発表していきたいと思います。この方です。あ、88番、どなたでしょうか、探してみましょう。88番でございます。はい、ウンガランさん。唯一じゃないか、ウンから始まる方。おめでとうございます。ウンガランさん、ご当選でございます。88番ですね。はい、ではこちら黄色塗りにして、一応当選されたというのが分かるようにしておきます。はい、まず一人目が出ました。早速と言ってもいいぐらいですけれども、はい、プレイステーションの方ですね。では次の方いきましょう。
もうこれ最大4人なんでね、あと残り3人選出されます。誰でしょうか。呼び声よ。60番。誰だ。緊張すんねー、マジで。これ1週間前とか2週間前にやってるはずなんだけど、60番ね、この方です。はい、味噌汁さん、 PC 勢の方でございます。おめでとうございます。なんか今回番号が近かったですね。気持ちですけれども、気持ち近かったですね。はい、60番味噌汁さんが、こう味噌汁は英語で書くとかっけえね。はい、ありがとうございます。それではね、88、60番と来ております。続いての方です。3人目、早速行ってしまいましょう。ランダーム、チュッサン。142番。急に数が飛びました。142番の方はこの方です。アベルさん、プレイステーションの方ですね。おめでとうございます。142番、アベルさん、黄色塗りにさせていただきます。はい、さあ今88、60番、142番と来ております。もう早くも3人、そして次が今回最後の方です。どなたでしょうか。4人目、発表します。いきます。へい、131番。2桁、2桁、3桁、3桁と来ましたね。はい、131番はこの方だ。ドン、メカヘルさん。メカヘルさんですね。スイッチ勢の方です。おめでとうございます。はい、こちらね、黄色塗りにさせていただきました。メカヘルさん、アビルさん、そしてウンガランさん、味噌シールさんということで、今回4人の方々が決まりました。はい、番号にしてね、88、60、142、131、こちら60、88、131、142ですね。はい、お間違いないですね。はい、ということで以上の4名の方につきましては、この後すぐですね、公式デジタルエクストリーム様に、情報をお送りしますので、商品の到着をね、お待ちいただければと思います。で、今回の、配布に関しては発表はこの、7月15日だったんですけれども、配布自体は7月19日東部標準時間午後2時以降なので、天の婚が終わった後という認識でお願いいたします。で、7月19日東部標準時間っていうのもカナダの時間の基準なので、日本時間だと7月20日午前3時頃にご到着の予定となっておりますので、そちらね、その認識でいただけましたら、まあ幸いでございます。もしね、届かないって、その時間過ぎても届かないみたいなものがありましたら、概要欄にあるね、ハピネスダークのメールアドレスへご連絡いただければ、ハピネスの方が直々に対応いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、天の婚前の抽選発表企画となりましたけれども、皆さん、天の婚への備えは大丈夫ですか。まあもちろんね、リアルタイムで見れない方もいらっしゃるとは思いますけれども、まあ日本ではね、あの眠気眼を我慢しながら見るみたいな方も多いかと思いますけれども、まあ2022年のね、オーフレームの中でも大きなイベントの一つとなっておりますので、ぜひね、皆さんで、天の婚2022を盛り上げていきましょう。このね、抽選企画も、その配布7月19日以降、また DE の方からお達しがあればですね、何度でもハピネスの方ではやっていきたいと思いますので、皆さんのね、引き続きニックネームこう楽しませていただきながら、誰が当たるんだろうとね、ハピネスもドキドキしながら、この企画を行わせていただきたいと思います。次回もね、また振るってご参加いただければ嬉しい限りです。それではまた別の動画でお会いしましょう。ハピネスダークのハピネスでした。またお会いしましょう。バイバイ。